自分はちょうど3年前前線の慰問に出かけた時、政治は喪失状態のまま辞職に沈められておる。我らは現地にみなぎる前線精神をそのまま15に爆発してしめて、国民運動の推進に停止にせねばならんと声明した。それが議会を侮辱する言動なりとして、物々しくも除名沙汰まで持ち上がったのであります。そこで私は使う議会の雰囲気の中で行動することは、他に真珠を投げ与えるようなものであることを認識し、まず自ら衆議院議員を辞し、三国同盟の締結米英打倒即時南進を掲げてスローガンとなし、東方会同士と共に捨て身の国民運動に爆心したのであります。しかるに昨年12月7日まで一般の雰囲気は甚だ憂鬱なものであった。むしろ米英依存は数十年間の惰性であり、東方会運動は常に無自覚なる現状維持者と対立せねばならなかった。されど真の決意を有する者にとりて、いかなる困難の道行きもかえって革新を磨くの問いしたるに他ならない。東方会同士は苦戦闘を重ねるとともに、創始いよいよ語る。ただ大衆に訴えて総合の適性を呼び起こし、それを迅速に上通せんことを祈願したのであります。我らの熱心むらしからず、後期2601年12月8日原油を保有せる公軍の精鋭が太平洋の全面に渡れて伝統的戦撃を展開し、これと間髪を入れずして聖戦の大将を敗するに至った時、我らは真に生きがいあるを覚えて、ただ緩急するのほかなかったのであります。入り見れば一切全てが転移であった。現状維持派の英米依存も、歴代内閣の中長春秋もやむにやまれぬ我らが捨て身の国民運動も、とことくそれが見えざる天意によって調節せられ、満天下地獄の義憤が凝り固まって一丸となった時、一方の機会一方の戦略によって大東亜聖戦の幕は切って落とされたのであります。ここにおいて我らは12月8日戦線の大将を敗するとともに、天下に対して無敵宣言を発表し、亡なる上は真に生き残る一心である。過去の対立より生ずる憤りもなければ恨みもない。我らがおぼつかなき先見の命を誇るなどとはおこがましい。これより以後我らの国民運動は国内に敵を認めないものである。我らは自ら困難の先に立ち、犠牲の先に立ち、15の精神体たらんことを知るものであることを声明したのであります。我らの見るところでは、東条内閣は国に誘惑なる大名を配し、満天下の信頼を得て、あらゆる必勝の手段を講じるべきものである。前夜に議会のことなどは問題とせず、衆議院議員の任期もすでに1年延長した以上、この戦いに勝ち抜くまで脇目もくらず申し移るだろうと思われたのであります。しかるに政府は深く自ら期するところあるがごとく、大戦争を遂行中に総選挙を敢行し、盛り上がる国民の熱衆を積み上げんことを声明するに至った。それならば国家機難の時にあたりて、国民を警戒せずして国民を信頼するものである。さらに我が国の伝統にふさわしき王道たる行動である。さらに東条内閣の国務大臣が政治の身が自制に立ち遅れておると王公然表現しておる点は、さらに3年前自分が議会で問題を引き起こした声明とその長を同じをするものであります。この政治の身が自制に立ち遅れておるという言葉は、それは単に議会のみでなく、当局者も
含めたる政治全般が世界を驚嘆し示し、少年航空兵のけなげさに対して甚だ恥ずべき存在であるという最も謙遜なる告白であってほしいのであります。政府が時代反省のもとに時代融合心を振り起こし、15政治陣営の敵前整備を反抗戦とすることは最も本格的なる東京であります。そこに東条首相が早期も因するあたわず、異部も屈するあたわざる積極優位の人材を要望するという言葉は、それをそのまま東方会同士に当てはめて最も適切なるを感じるものであります。我らは民兵遺産的雰囲気が満天下を圧倒せる際、異部に屈せず、弾圧を恐れず、むしろ一心の機能を犯し、完全として巨心に邁進したのであると今日に及びて、蕎麦の上に米米依存を排撃するくらいならば、それは単なる自極便乗の軽薄採取といえども良きするところであります。東方会は徹底的に国民運動を展開し、無事に米英排撃南進南攻の国民大会を開催、花折れやブルミ及び入場料を国民に徴収して、他もしばしばスマンの大衆を動員しやすことは、いわゆる積極優位の実績を注目監視の中に立ち得たものであります。